こんにちは、デミーノです。はい、ということで今日は12月7日なんですけども、そうです、五条先生の誕生日です。はい、ということで今日はジャンプショップに行って五条先生のバースデーグッズ購入してきたので紹介していきたいと思います。まずはこちらのビッグ T シャツから開封していきたいと思います。バースデービッグ T シャツ五条悟るということで、こちらが6600円になってますね。開けていきましょう。これオンラインでね、速攻完売してたんですよ。うわ、やば、やばいんですけど、これめっちゃかっこいい。やば、サイズ感がね、ちょっとこれ見てほしくて、結構大きいですよね。で、今着てみたんですけど、やば、めっちゃ良くないですか、この T シャツ。こんな感じです。この中だとね、これが好きなんですよ、結構一番。でもこれもかっこいいね。てか全部かっこいい。で、私164センチなんですけど、袖が結構長いです、こんな感じで。丈感もお尻が隠れるぐらいなので、かなりビッグティーですね。今の時期ならみんな着てこんな感じで合わせてもいいかも。なんかこれ部屋着に買ったんですけど、イベントとかにも着れそう。めっちゃかっこいいです。やば。ということで、こちら T シャツ以外のグッズも見ていきたいと思います。まずはね、缶バッジからで、こちらがバースデー缶バッジ五条悟るということで、1個495円となっております。使う用と保存用で2個購入しました。今年の柄はハラッタレ本舗となっております。ちなみにね、これが去年と一昨年のバースデー缶バッジとなります。去年はこの高専の2人なんですけど、今年はあのゲトーさんもハラッタレ本舗なんでね、絶対ゲトー様も買わなきゃいけない、まあ、絶対買わなきゃいけないっていうか買うんですけど、並べたいですよね、これとゲトー様で。続いて名場面ジオラマフィギュア五条悟るということで、こちらが1個1650円となっておりますね。こちらも2つ購入してるので組み立てていきたいと思います。これも保存用と飾り用ということで組み立てました。今年の名場面ジオラマはこんな感じです。ついにね、国門橋の中がね、アクスタになっちゃいましたよ。早く出てこないかな。このジャンプギガのね、このイラストはもうめっちゃこのグッズ持ってるんですけど、何個持っても飽きない。めちゃめちゃかっこいいです。でね、これが去年ので、こっちが一昨年のですね。去年のね、グッズは過去動画にもしてるので概要欄に貼っときます。ぜひそちらもご覧ください。はい、ということでこちら最後に紹介するのがアクリルブロックの五条悟るということで、こちらが6930円となっております。これはね、一番楽しみでしたよ。絶対かっこいいんです。ちょっとね、ジャンショでチラッと見ちゃったんですけど、開けてきましょう。かっこよくないわけがね、ないんですよ、これに関しては。いきます。はい、おお、めっちゃいいんですけど、このね、あの前座のもう購入したんですけど、アクリルブロックやっぱりこのめちゃめちゃ分厚いんで、また雰囲気違いますね。めっちゃいいじゃん、かっこよ。これはやばいです。続いて後ろ、あ、 T シャツと同じ柄なんだ。なんかこう柄とかあんまり見ないで買うから気づかなかったんですけど、めっちゃいいじゃん。綺麗綺麗、めっちゃ色綺麗なんですけど、ここの後ろの最高です。やっぱり今年もアクリルブロック、ゲトー様も買わねば今年で。こっち去年のなんですけど、またこう2つ並べるとね、色の感じも違うっていうのもあるんですけど、めちゃめちゃいいです、これも。いや、これ久しぶりになんかよく見たんだけど、去年のもめっちゃいいけど、今年のはマジでかっこいいな。これがね、俺正論嫌いなんだよ、めちゃめちゃかっこいいですこれ。やっぱりアクリルブロックは最高だな。はい、ということで五条先生のバースデーグッズ開封してきました。この T シャツね、結構もうお気に入りになりました。あの直也くんの次にお気に入りです、これは。はい、という感じで
今回ね、なんか五条先生のバースデーグッズ去年はいっぱいあったんですけど、今年はね結構在庫少なくされちゃったのかなっていうねイメージがありました。このね五条先生めちゃめちゃかっこいいので、なんか集めたくなっちゃうんですよね、この柄。最近このイラストのグッズばっかりなので、ちょっと先生、新しい五条先生のイラスト1枚でもいいのでお願いしますっていう感じですね。ということで、多分このジオラマ以外オンラインとかで完売になってるので、明日以降受注できると思うんですよね。あの今までの感じだと去年すごい多分在庫長持ちしてたから、今年はすごい減らしたのかなっていうイメージでした。アクリルブロックとかも去年は全然あのフリー入場とかで買っても余ってたんですけどね。と12月9日の金曜日の日は、あのこのセガラッキーくじ多分10回しか引かないです。あんまりちょっとフィギュア厳しいので引いていきたいと思うので、ぜひ呪術廻戦グッズ好きな方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、アネーロがケーキを買ってきてくれたので、はい、おめでとう。ということでちょっと飾り付けをしていきましょう。はい、まずはセンスが問われるよ、うん、これも買ってたの、うん、知ってる知ってる、とある男、あ、これね大好きなやつ。え、これどうしよう、どこに折れちゃうぞ推しの誕生日をお祝いに来ました。あ、好きな人の誕生日をお祝いに来た、ここにほらお祝いしに来たのね、うん、お祝いしに来たよ、はい、本物、ね、本物、うん、なんかもういっぱいになっちゃったんだけど、結構まだあるの。アネーロ所持グッズも出してちゃう、うん、そこに、あ、いいじゃん、そこここにする、うん、それからちっちゃいのと、いつの間にそれ持ってたの。じゃあやっぱりさ、それあるんだったらここ、うん、これやっぱりいないと好きなやつ、うん、ほら転がってるよこれ。おお、ちげえじゃんこれそれ違う、これもあるよこれ。あ、それもあるね、これは。あ、じゃあこうかな。じゃあそれ来るなら、うん、呪術廻戦ゼロ。そしたらあれか、こうもうちょっと寄せの寄せのかな。あとそれからこれも飾って、えそんなの買ってきたのそう、寄付服じゃなくて、だって寄付服行く時間がなかったから、ずんだの団子どうするどうする、どこにするどこにする、置け